皆さんこんにちは、スタイリストのひるいちかです。今回は春におすすめのアウターを骨格診断別にご紹介していきたいと思います。それではいきましょう。ストレートタイプの人ですね、アウター選び特にあんまりね、こうドロップショルダーとかすっごいオーバーサイズのものを着るともこう体の丸みを拾いやすくてちょっと着太りして見えがちな人が多いので、アウター選び特に注意していただくといいかもしれないです。こちらのおすすめのやつが今回プラステさんのなんかミントの色味がね、春らしいコートにしたんですけれども、特にねアウター春物のコートですね、選ばれる時とかはストレートの人ですね、こう胸元もねこうすっきり開いたものとか直線的なシルエットのあるものですね、選んでもらうとすごくスタイルアップして上半身がすっきり見えるのでおすすめです。例えばね、私もいつも動画でねストレートタイプですっていう風にお伝えをしてると思うんですけど、私今日着てるようなねジャケットとかも結構ストレートさんすごい合います。こうちょっとねここが開いていて、こうテラドの襟があるですね、こういったこのアウターと同じような感じです。でやっぱり肩のねこの位置ですね、肩位置とかも割とこうジャストの位置にあるものっていうのがすごくね、ストレートタイプの人の体の丸みが出やすい、体の曲線を直線ですね線に補正してくれる効果があるので、より上半身が綺麗に見えます。中の合わせなんですけれども、こうねホワイトのブラウスにしたんですけれども、ブラウスとかもね割とあんまりペラペラしてる生地っていうよりも少し地厚のちょっと高級感のある生地のもの選んでもらうとストレートタイプの人の胸元ですね綺麗に見えるのでおすすめです。でボトム今回はねここ通勤仕様にもいけるようにちょっとね綺麗な感じにコーディネートしたんですけど、パンツですね、このねマリンっぽいディティールのボタンのついたパンツを選びました。このねピカピカしたねちょっとゴールドのボタンとかね、こうストレートタイプの人のね質感にもとても合いますし、やっぱりねストレートタイプの人ベーシックでシンプルなものももちろん大事なんですけど、あとね高級感のあるもの高見えするものを選ぶのがすっごく洗練して見えるポイントです。なのでこうシンプルなんだけどこういうちょっとねディティールがあるものですね、選んでもらうととても似合います。パンツの筒もねこうちょっと少しワイドめなストレートのものを選んだんですが、お腹周りですねすっきりした、あんまりこの辺にねタックとか生地感たっぷりあんまりない平面的なシルエットのものですね、こういったものの方がお腹周りも肉感拾いにくくってすっきり見えるのでよりおすすめです。バッグですね、バッグはこちらのバッグをコーディネートしました。これねやっぱり洋服コーディネートですね、ストレートタイプの人特にシンプルなコーディネートをなるべく心がけた方がいいんですが、シンプルすぎてねちょっとね地味な印象になりにくいようにこういったバッグでバイカラーのものとかちょっとディティールのあるものですねポイントで選ばれるととってもいいと思います。これねちょっとねマチがしっかりあるものとか選んでもらうとストレートタイプの人持つとすごいかっこよくまとまります。靴はベーシックなねこうやってちょっとプレーンなパンプスを合わせました。黒とかネイビーとかでもいいんですけど、このミントのニュアンスカラー生かすためにねこういったグレーにしてみました。これユニクロなんですけどねすごい中が低反発になっててめちゃめちゃ歩きやすそうなので通勤の時にもすごい良さそうですね。最近のヒールって結構ねあんまりヒール高くないの多いですよね。これぐらいだと歩きやすそうで、すごいいいなと思います。ストレートタイプの方はぜひこちらの春アウターコーデ、挑戦してみてください。ウェーブタイプの人におすすめのアウター今回こちらにしたんですけど、これがですねダイアグラムさんの、マウンテンパーカーですね。ちょっとモッツっぽいようなディティールもあるんですが、
今年ね、こういったマウンテンパーカーですね、引き続き人気なので、ぜひ挑戦してみてほしいです。たくさんいろんなブランドさんからもこういったね、ベーシックな色味のマウンテンパーカーですね、出てるんです。ダイアグラムさんですね、なんで選んだかっていうと、すごいカジュアルアイテムに女性らしいディティールを取り入れるのがすごい上手いブランドさんなんですよね。で、例えばこういう腕元のね、こういうちょっとベルト使いとかも、これね、なんでいいかっていうと、こうキュッとね、腕こうまくった時とかもすごいね、締めるとここのボリューム感ですね、すごいふわっと出て、ウェブさんってカジュアルアイテムをやっぱり選ぶときもどこか女性らしさとかちょっとソフトな印象ですね、取り入れた方が成功しやすい人なんですけど、ちょっと一つ一つのディティールね、結構ね、うまく作られてるのでおすすめしたいなと思いました。あとね、ここのね、結構マウンテンパーカーカジュアルですごいモードに着れるかっこいいもの比較的多いんですけど、こういうね、ウエストのね、ウエストの切り替え位置とかもね、すっごい高めに作られてます。で、なんでウエストの位置高めがいいかって言いますと、ウェブさんですね、いつもお話ししてるんですけど、割とですね、重心がちょっと下に下がりがちな方が多いです。それなんでかっていうと、上半身ですね、デコルテ周りあんまりお肉がつかない人が多くって、横幅ですね、横幅、体の胴体ですね、ここの幅が割とね、薄めの人が多いです、その人の体格に合わせて。なので割と上半身の存在感がそこまでなくって、その分下半身にボリュームがつきやすいように見えるので、結構この辺が目立ちやすいんですね。なので重心がその分こう下がって見えがちです。引きのバランスで見た時にやっぱこの辺に目線が行きやすい人っていうのが比較的多いと言われています。そういう意味でもね、このコートとかもウエスト位置が高い、ここ結構これ高、ジャストウエストがね、今トルソーだから分かりにくいんですけど、ジャストウエスト この辺です。なのでこの辺に比べると結構位置が高めで、すごいバランススタイルアップですね、後ろ姿とかもスタイルアップしやすく見えます。襟元とかもね、こういうね、ドローコードもちょっとゴールドでキラキラしていたりとか、この紐もね、このグログランでちょっと女性らしいんですけど、あと襟もちょっと高めのものとか選んでもらうと、この上半身の寂しさとかも軽減されていいかなと思います。こういうね、ちょっとディティールも女性、どこかに女性らしいものですね、選んでもらった方が着られてる印象にもならないですし、ウェブさんの質感にマッチしやすくていいかなと思います。馴染みやすい配色にしました。中のニットもね、こうちょっとシンプルなものでももちろんいいんですけど、ちょっとこの肩生地ですね、少しフリルのあるものとか選んでもらうと、すごいウェブさんの二の腕がですね、綺麗に見えるのでおすすめです。で、このね、パンツですね、このパンツとてもウェブさんにおすすめなんですけど、まあね、ウエスト位置高めで、こうね、ちょっとタックとかが入ってると、このね、骨盤の張りとかもやっぱりピタピタしたものを履くよりも、こういうちょっとね、ふんわりしたものを履いた方が少しカバーもしやすいですし、ちょっとね、この辺お尻周りとかもね、立体感、タックが入ることで立体感が出るので、より女性らしいライン、ヒップラインになるのでいいかなと思います。あとね、パンツの丈ですね、パンツの丈はこう少し足首が出るような長さになるべくしてもらうといいかなと思います。あんまりね、ワイドすぎない、こういう少し細めの筒回りですね、こういった筒回りのパンツ選んだ方がウェブさんは下半身ですね、バランスが取りやすいのでいいかなと思います。合わせのバッグですね、このね、ベージュの色味からのこうブラウンとかのトーン合わせなので、割と大人っぽい、ね、トーンにこういったちょっと春らしいミントカラーのバッグを合わせてみました。ウェブさんの通勤バッグのポイントは、あんまり縦長になりにくい、あんまりすごい大きいバッグ持つと結構ね、ウェブさんだと重心がより下がって見えちゃうので、私だったらおすすめはどっちかっていうと縦長より横にまだ幅があるものの方がバランス取りやすいのでおすすめかなと思います。
まあでもね、通勤でも持てるように街とかは全然ね、本当はちょっとコロンとした街薄めの方がおすすめなんですけど、まあ別に通勤だから全然いいかなと思います。結構ディティールとか少し丸みのあるコロンとした形のものを選んでもらった方がよりコーディネートにも合いやすいですし、ウェブさんが持ちやすいんじゃないかなと思います。靴はこういったヒールにしたんですけど、こういったね、甲にストラップがあったりとか、こういったちょっと女性らしいディティールのあるものですね、靴選ぶとすごいウェーブさんの足にフィットしていいんじゃないかなと思います。こういうビット使いとかすごい今年らしいですね。で、色はベージュで少し足元なじませると白いパンツでもやっぱり浮きにくいですし、コーディネートにもまとまりが出ていいかなと思います。ウェーブタイプの方はぜひこちらのコーディネートを挑戦してみてください。最後にナチュラルタイプの人におすすめの春アウターのご紹介をします。コーディネートはこちらになります。ね、ナチュラルタイプの人もね、ストレートさんジャケット似合うよって言ったんですけど、私結構ナチュラルタイプの人もジャケットすっごい合うので挑戦してほしいなと思います。このね、ストレートタイプの似合うジャケットとナチュラルタイプの似合うジャケット少し違いまして、こうナチュラルタイプの人はね、やっぱりどっちかっていうとジャストサイズよりもオーバーシルエットのもの選んでもらった方が、今までのね、動画でもお話ししてるんですが、ちょっと大人の余裕感っていうか、と大人のリラックス感を意識したサイズ選びをしてもらうとすごいかなと思います。このね、ちょっとね、私もちょっと立ってみますけど、ね、やっぱりね、着丈とかも、まあ、この身長、この高さがちょっと違うんで分かりにくいかもしれないんですが、この肩とかも少しちょっとナチュラルタイプがジャケット選ぶ時のポイントとして、肩位置ですね。まず私肩位置このジャケットだと結構ちょうどの位置にあるんですけど、ナチュラルタイプの人は少しこのちょうどの位置より気持ち指1本分外とか、少し肩幅の位置ですね、ちょっと外目にあるものとかを選んだ方がかっちりしすぎなくていいかなと思います。特にね、最近こうね、ちょっとカジュアルめな、ちょっとこれもリネン素材なんですけど、こうリネン系のちょっと柔らかい、まあお仕事はもちろん結構普段でも着こなせるようなジャケットよく出てるんで挑戦してみてほしいです。あと着丈もですね、結構これぐらいしっかり長くって、あと身幅もね、少しゆったりしてるものですね。こういったね、ちょっと大人のリラックス感が演出できるようなジャケット、ナチュラルタイプの人はぜひ選んでください。逆にストレートタイプの人はね、こう少しね、こうリネンっぽい質感はあるんですけど、こっちのね、ナチュラルな風合いっていうよりは少しこうシャリ感があるような、ストレートタイプの人はそういった生地選んでもらった方がいいかなと思います。こうね、ちょっと中は最近ね、特にまあちょっとね、リモートだったりとか、ちょっと通勤もカジュアルになっている人とかもいるかなと思って、ちょっと中ロゴTにしてみました。で、ちょっとモノトーンっぽいコーデにしたんですけれども、中はね、このスカート、割とね、こうアイラインのすっきりしたシルエットのスカートにしてみました。こういうね、アイライン系のスカートっていうのは、骨格タイプですね、ストレート、ウェーブ、ナチュラル3タイプとも割と皆さんしっくり履きこなすことができるんですが、ナチュラルタイプの人は特にですね、長さはしっかりあるものを選ばれるととってもいいと思います。これもね、ちょっとラップ風のデザインでちょっとおしゃれなデザインなんですが、あんまりナチュラルタイプの人ですね、ちょっと膝丈とか少し短い丈感選ぶと骨格のフレームが割とダイナミックな方が多いので、あんまりスカート丈、ボトムス丈短くしちゃうと周りから見てちょっと丈短いスカート履いてるのかなとか、少しバランスですね、違和感感じるかもしれないです。丈長めの方が今年らしいですし、バランスも取りやすいかな、ちょっとこなれた大人の余裕感ですね、意識してみるといいかもしれないです。で、合わせの小物ですね、とこういった割としっかりめのバッグにしたんですが、ナチュラルタイプの人の場合ですね、レザーの表側のつるっとした
こういうしっかりしたバッグっていう風なのだと、まあお仕事だとね全然いいんですけど、割とかっちりして硬いように結構見えがちになっちゃうので、まあ私のおすすめとしてはちょっとこういったねキャンバス素材とレザーがコンビになってるとか、割とちょっとかっちり見えるけどこういうね異素材とかちょっとデザイン性のあるバッグですね、選んでもらった方がナチュラルタイプの人はよりおしゃれにモテるかなと思います。このスタッツ使いとかもすごくおしゃれですよね。で靴はこちらのローファーにしてみました。ローファーね普段ストレートさんにすごい合うよってよくこの動画でもお話ししてるんですけど、全然ナチュラルさんももちろん合います。でナチュラルタイプの人ですね、こういうちょっとね黒子っぽい肩押しがよく見るとあるんですけど、こういうね肩押しのものとか選ぶと特にナチュラルタイプの人かっこよく履けるのでおすすめです。こういうねあのか白のビット付きのローファーってとっても春らしくてね可愛いですよね。ジャケットコーデにこういったね靴だけでもねこうクリアな白とか加えるだけでとっても春らしい印象になるので、ぜひ挑戦してください。ぜひナチュラルタイプの方はこちらのジャケットコーデお試しください。春アウターコーデいかがでしたでしょうか。ご自身の骨格タイプに合ったアウターであればオンフ問わずにコーディネートしやすくって、結果すごいコスパよくですね着回しできちゃいますので、ぜひこの動画を参考になさってください。この動画が参考になった方はぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回。